代の知将司馬懿は公孫渊を滅ぼした。自らの能力をわきまえず義に背き、猿翁を自称した文具を、愚者に対する怒りが収まらぬ中、司馬懿はある男を思い浮かべる。五条原に散った不正室の天才諸葛亮。この虚勢が消えし後、天下はその様相を変えつつあった。魏は宗妃の後継宗英に無道な行いが目立ち始め揺れていた。呉は魏蜀の争いを見つつ国の安定を図り守りを固めていた。蜀は疲弊した国力を回復すべく沈黙を守っていた。そんな折、魏では宗英が没し、妖帝宗峰が後を継ぐ。宗峰を支えるは魏の皇族である大将軍曹操と司馬懿。だが司馬懿は惜しげもなくその権力を手放し引退する。権力が二分しては治世の混乱を招く。そして諸葛亮亡き後、己が才に匹敵する人物はいない。公孫渊との戦でそのことを実感した奇才は表舞台から去った。こうして実権を握った曹操は国威発揚のため蜀に出陣。司馬懿はこの戦に参戦せず、自身の司馬将を派遣するにとどめる。それは好敵手を失った男の寂しさにも見えた。この地形には伏兵を置ける。となるとこの両松が、こんな暗闇で地図とにらめっこかい。誰だっけ。自分は当該と申す者。あなたのお父上から幾度か教えを賜ったことがあります。堅苦しいこと。司馬相殿に申し上げたき義があります。で、あんたは何が言いたい。失礼は承知ですが、大将軍への口添えをお願い申し上げたい。我らは遠征軍ゆえ食料が自給できません。まず穀倉地帯を目指すことは明らかです。我らの動きは敵に読まれているでしょう。夜襲に備えるべきです。と進言してみたものの玉砕か。ま、曹操殿は人の話を聞かないからな。俺が言っても同じ結果に終わるだろうよ。それでもやれって。はい、司馬相殿しかおらぬのです。めんどくせえ。大将軍、少しお話が。このようなところにいたのか、司馬将。お前には重要な任務を命じる。これより敵の兵糧庫を奇襲せよ。我が軍の糧末を確保するのだ。それだとこちらが手薄になります。敵の夜襲に備え守りを固めておくべきかと。さっきも同じことを申した男がいたな。当該とか言ったか。ふん、夜襲などありえぬ。敵はこちらの動きを知らぬのだからな。とにかく急ぎ兵糧庫へ向かうのだ。よいな。はあ、めんどくせえけど行くしかないか。
それでも敵の兵糧庫を奇襲しろってさ。申し訳ありません。しかし敵の野手が気がかりさ。ま、大将軍様の勘が当たりもいろいろさ。とりあえず急ごうか。兵糧庫は北西の奥です。敵に見つからぬよう近づきましょう。迅速かつ果敢な指揮。さすがは島将だ。兵糧庫は猛暑です。遠令です。味方本陣が襲撃されております。救援を。はい、救援が当たりました。そうすればこれで少しは戻る。ひとまず戻る。のこのこ現れやがって。お討ちにしてくれるわ。Thank you.
り。よし、我らも武名を上げるぞ。なんとか無事に退却できそうだな。それにしても大将軍には困ったもんだ。父上に報告しとかないとな。めんどくせえけど。芝居殿を彷彿とさせる戦ぶり、お見事でございましたら。はあ、よしてくれよ。俺はそんな柄じゃない。さーて、俺らも退却退却っと。